酒、伊田柿江門から1666年7月20日は、江戸時代、非全国有田の陶芸家、及び代々その子孫が襲名する名称。本名を改名して襲名している。2015年3月現在、第15代主伊田柿江門、2014年に、襲名が当代である。 朝鮮東港の李三平により良質の糖土が発見されたため現在の佐賀県西松浦郡、有田町に移住した酒井大園氏は、息子である木山衛門と共に、陶器や白磁、染付などの磁器を製作していたが、やがて17世紀前半に木山衛門は赤い磁器の調成に成功し、柿衛門を名乗った。初代は、乳白色の地肌に、 赤色系の上絵を焼き付けるという家系文様式と呼ばれる時期の作風を確立し、その作品はヨーロッパなどにも輸出され、埋線用などでは模倣品も作られた。また、時期の発祥地である中国の慶徳鎮用にも影響を与え、同様の作品が作られ、やはりヨーロッパに輸出された。1666年に没した初代、その息子である二代。 二代の弟の三代は制作期が重なっており、作風にも大きな差は見られない。また、三者とも極めて技量が高かったと言われる。これに加えて四代までの間が初期かき絵門とされる。続く17世紀後半から18世紀前半にかけての約90年間、五代から七代までが中期かき絵門とされる。五代は技量がかんばしくなかったために、 1685年をもって、鍋島藩からの工場的な発注が差し止められた。六代は、衣装、細工に優れたおじの渋江門にも助けられ、食器類の他柿、香炉など様々な磁気製品を高い水準で量産することに成功したため、中高の祖とされる。また1724年には単眼賞藩に提出し、臨時の発注の一部が、 堺井伝家に要命されることとなった。この一方で、高い技術が要されることなどから七代以降に、濁しでの作品は中絶してしまう。十八世紀前半から十九世紀にかけての八代、九代と十代の期間は後期書へ絵門とされ、主に染付の時期を制作した。七代から八代にかけては四角の中に、服の字が入った、閣服と呼ぶマークを施したものが多い。 これは民進の陶磁器にもともとあったものである。近代以降では、11代は、拡幅のマークの商標登録の可否などを争う、訴訟を起こして、経済的に困窮したが、海外にも積極的な出品を行った。1919年には出資する事業家と共同で12代が、家計文号司会者を設立し、赤い技術と核服名を供与した。 しかし美術品の制作を施行する12代は会社と経営方針が合わず1928年に関係を解消した。以降それぞれが書き絵文作品を制作したが1969年に和解しその後合紙会社は名義を使用していない。12代と13代は1947年頃から濁しでの復活を目標とし1953年に 初めて煮干しでの作品を発表した。煮干しでの制作技術は1955年に国の記録作成等の措置を講ずべき無形文化財に選択され、1971年には重要無形文化財に指定されている。東京国立博物館、柿絵門様式は主に山和絵的な花鳥図などを題材として暖色系の色彩で描かれ、 非対称で乳白色の余白が豊かな構図が特徴である。上絵の色には赤、黄、緑、そして青、紫、金などが用いられる。また、器の公園に、口錆と言われる錆ビ油が施されている例も多い。同じ有田焼でも、緻密な作風の鍋島様式や、寒色系で余白の少ない黒谷様式と異なり、柔らかく暖かな雰囲気を感じさせる。 濁しでと呼ばれる独特の乳白色の地色は赤色の釉薬との組み合わせによって非常に生えると言われる。しかし原料となる土の耐火性が強いなど調合が困難である。さらに焼成時、乾燥時の体積変化が非常に大きいため作成が困難であり、ぶどまりが良くない。図柄には岩めに鳥、もみじに鹿、竹に虎、俗にうずらなど、 典型的なパターンがいくつかある。絵柄は時代とともに変化しており、初期は明画への影響があったが、やがて仮の葉、土佐葉、四上葉、林派などの影響が入っていった。近年は写生をもとにした現代的な画風が多い。作品は酒、井茨拶絵門名義となるが、特に江戸時代における陶磁器の制作は整形、小生成、絵付けなど、 各プロセスをそれぞれ熟練した職人が分担しており、一人で制作していたわけではない。例えば明治時代以降では、数十人の職人を雇用しており、個人のクリエイターというより制作チームの統括者かつ、デザイナーとして考えた方がより実像に近い。このためなどもあり、初代が柿計門様式を考案した単独の個人であるかを疑う学説もある。 尋常小学国語とか本巻重、第9投校、柿絵門より、初代主、伊田柿絵門の総が1912年に、名校、柿絵門という歌舞伎が、榎本虎彦により制作され、11代、片岡二座絵門が主演した。11代柿絵門と親交のあった、二座絵門のハマり役だったとされ、上演回数が多く、その後も他の俳優たちによって演じられた。なお、 内容は史実に基づいておらず、フィクションである。また、夕日に生える柿の実を見て初代が赤絵時期を作ったとする逸話が、投稿、柿絵門や柿の色の題で、作者、友野友次郎により、大正時代の小学校の教科書に掲載され、広く知られていたが、これはオランダにおける投稿の放浪彩りに関する、エピソードを柿絵門に当てはめたもので、名古 家計門と同様に創作である。落語には猫の皿という話がある。ありがとうございます。